タカイズカミング。マザファッカー。そうですね、まあこの海援隊道場の10周年っていう記念の舞台で、まあ真下健吾の逆指名による、ね、タイトルマッチ、これはね、まあ代表として断る理由はないし、まあむしろ光栄な逆指名だなと、うん、ただね、やっぱこの10周年を思い起こせば、思い振り返れば本当にいろんなことがあったんでね、うん、いろんな思いを背負って、まあ真下健吾も旗揚げからいるメンバーなんで、うん、そういうのをお互いぶつけ合って、まあ正直言うとね、10年経って、うん、日本帰ってきてね、旗揚げした時その10周年をどんな風に思い描いたか、それを考えるとやっぱりね、もう夢は大きかったから、まあ 2,3 周年で東京ドームじゃねえや、両国とか武道館、横浜アリーナとかどんどん進出して、それこそ10周年は東京ドームとかね行ってんじゃねえかなって帰ってきた時は思ってたんで、それを考えるとね、うん、あの頃の未来には立ててないなと。ただまあ言ってみればこれが現実なわけだから、願わくばね、高見知留がそこにいない名イベントが良かったのかもしれない。だけど現状、真下健吾と高見知留君になったと。それが海援隊道場の今ならば、本当にそのこの10年の重みをお客さんにも見てもらいたいし、他の選手も見てもらいたい。そっからまた何か生まれるんじゃないかなと。俺自身、高道のくっていうレスラーは、社長でありながら、代表でありながら、やっぱり一レスラーとしてのね、こだわりもあったし、社長にこう力を入れた時もある、レスラーに入れてる時もある、そのバランスがね、うまくいったりいかなかったりこうね、そんな10年だったけど、やっぱり、最終的にはやっぱり俺はプロレスラーなんだなと強く思ったし、真下が、10年かな、ちょうど自分のキャリアの半分で、やっぱね、真下にない経験を積んできてるんで、だから本当にすごい強いかもしれないけど、真下健吾の知らない世界を高見知留は知ってるわけなんで、そういう部分をぶつけれたら、ちょうど自分のね15周年の後楽園の時にも真下とやってて、まあその試合も死闘だったんですね。自分のレスラー生活その時点で15年の中で最高級の試合、結果は負けたけど自分は肩脱臼し、真下はもう大流血し、30分ぐらい戦ったのかな、本当にもう死闘、まさに文字通りの死闘で、だから高見知留と真下が真っ向勝負したら何かが起こると、本当ただじゃ済まないと、もう本当骨の一本二本飛ぶかもしれないし、それこそ命飛んじゃうかもしれないって、本当それぐらいのつもりでいるんで、ね、特に海援隊道場10周年の舞台、これはもうただごとじゃ終わんねえだろうと、だから本当いろんな覚悟を決めてますよ、でここで真下にもっと上行ってもらうためにはここであいつを倒さなきゃいけないと、まあ真下に行っても高見知留には何も教わってないって言うだろうけど、あんなの師匠じゃないって言うかもしれないけど、俺はもう戦うことによって教えてきた人間だから、最後にあいつに何かを教えることができるとしたら今真下健吾を倒すことだと思う、もう勝つのはもちろんだけども、やっぱりお客さんに伝えたい海援隊道場スタイルってもの、真下とだったらね、もう高見知留が
10年前に海援隊道場を作るとき思い描いていた海援隊道場スタイルってものを体現できると思うんで、体現した上で勝ってマシモに最後の教えを伝えたいなと。まだマシモにも足りないものがあるんですよ。それをきっちりと体で伝えるのが高道信が最後にあいつにしてやれることだと思うので、そのためには勝った上で伝えるしかないなと。今更ね、お互い知り尽くしてるんで小細工はいらないんで、何度も言ってる通り、己の肉体と肉体、そして技術のぶつかり合い、体力、精神力、全てのぶつかり合い、完全真っ向勝負、海援隊道場の10周年にふさわしい、俺とマシモ健吾にしかできない最高の試合をやろう。でも結果は譲らないって、海援隊道場のために、高見知君のため、そして何よりもマシモ健吾、お前のために俺は勝つ。